どうも、ハルコットです。皆さんアニポケは見ていますか？毎回面白いですよね。そこで今回、今後のアローラの回の予告が面白すぎる件について話していきたいと思います。ては関係ないけど、僕昔から練り消しが大好きで、最近50個ぐらい買って無限ダイラ作りました。というわけでよかったら最後まで聞いててください。今後アローラの回でサトシたちのポケモンが登場する。アリポケが新オープニング映像に変わり、その映像の中でアローラ組が出てきて、近々再登場するんだと喜んでいた方も多いと思いますが、早くもそのアローラ組が登場する回の放送日が確定しています。放送日は9月13日、再来週ですね。タイトルはタライバ初めましてアローラです。多分サトシたちが桜木博士に頼まれた何かのリサーチ目的でアローラ地方を訪れる回だと思うんですが、最近になってある情報が解禁されました。それはアローラでカキとゴーがバトルするということです。サトシの友達であるカキに認められたいためにゴーがバトルをするそうですね。いやー、ゴーがバトルするって意外ですよね。この間の格闘道場ではちゃっかりバトルしてエビバラーもらっていましたけど、アローラリーグ4位だったカキ VS ポケモン収集が中心のゴーだと圧倒的だと思いますよね。どうなるんでしょうか。もしかしたらこのタイミングでラビフットが進化してS バンとかもありそうですよね。あと他のメディアでも小さくアニポケの予告画像が載っていました。ぼやけてて見づらいんですが、左側サトシのアローラでの手持ちポケモンがサトシを囲んでいますよね。これはもう再会するんじゃないでしょうか。だとしたら熱すぎる。再来週めちゃくちゃ楽しみですよね。とまあこんな感じでアローラ界でカキとゴーがバトルするというお話でした。ちょっとでも行動が欲しい方はチャンネル登録や、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッティー。